Set. Podcasts. 時刻まもなく午前10時41分になりますこの時間スタジオ生放送のお客様大島総合振興局からえ商工労働観光課山田優馬さんです山田さんおはようございますよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますさあ今日ね山田さんは11月に開催される企業訪問見学会、はい、こちらのご案内に来てくださったんですが、はい、まずはこのね、えー、催しの概要を教えていただけますかはい。えっとこのイベントは えー、高校生、大学生、及び一般求職者などを対象に、企、えー、業訪問見学会を、えっと、全3回開催するようなイベントになります。はい でこちらはあのバスに乗って、お島管内の企業へ実際に出向いて、職場の雰囲気や不安見ることのできない企業の裏側を参加費無料で見学することができるイベントになっています、はい、バスに乗って、えーはい、いろいろな企業を見学させていただいて、はい、それであの参加費無料でいいんですか、はい、もう無料で <laughs> 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 いやちょっとそれはね行ってみたいなという方いらっしゃるかと思いますが、はい、これ、実はね3回実施されるということで、それぞれ日程、教ええていただけますでしょうか、はいはいえー、と11月にすべてあの開催されまして、はい、それぞれ11月の14日木曜日、11月の20日水曜日、28日の木曜日、計3回開催します。はい、で第1回については 12, 月あ12時40分から17時15分、2> はい、第2回は9時30分から15時、第3回は9時20分から14時,14時40分の時間帯で開催します。はい 第一回目を除いて、えっと二回目と二日目はお昼をまたぎますので、北東市な内浜にあるイオン上磯店でお昼休憩の時間があります。はい。え一、ー、回目十一月十四日木曜日はねお昼過ぎのあの開催ということになりますので、はい、ぜひ皆さんもうねちょっと早めにお昼ご飯食べて集合していただきたいなと思います。二 <laughs> 回目三回目は、えー、午前からということになりましてお昼またぐので、はいえー、休憩時間を取ってねいますので、えーうん、ご飯はね皆さんそれぞれ で,そで、ね、お好きなものを召し上がっていただきたいな時間内にと思います。はい、さあ、バスということなので皆さんどこかに集合して一斉にねバス乗っていくのかなと思うんですけれども集合場所どこですか。はい、と箱根駅の西口になります。はい、えー、そちらに集合していただいてこう皆さんでバスに乗車をしていただくということになります。はい、さあ、気になるのがそのね三回開催されるこの見学会でどういうところでどういうねうあの仕事が見られる れるのかっていうところなんですけれども、山田さん、教えていただけますか。はいえっと、確実3社ほど、えっと、見学ができまして、はい、それぞれ製造業、旅館、ホテル業、運送業など、いろんな業界、業種のお話を聞くことができます。はい、で参加企業は、えっと、第1回目の方が製造業、株式会社、メディック様、はいえっと、旅館、ホテル業、箱館、海峡の風様、はい、海の風。はい でえー、と運輸業については、えー、と道南イサラビ鉄道株式会社様 2>、はい、で第2回、えー、とに20日については製造業太平洋セメント株式会社様でガラス石膏販売塗料の卸売りを行っている株式会社大竹商店様で旅館ホテル業株式会社函館国際ホテル様第3回につきましては製造業株式会社ジョッキー函館工場様 運輸業はヤマト運輸株式会社函館主幹支店様旅館ホテル業はセンチュリーマリーナ函館様に、えっと、企業訪問させていただきますはいえっもっと詳しく知りたいよっていう方山田さんどうしたらいいでしょうか、はい、えっとこちらはえっと,株式、うん、と検索の方でヒューマンアカデミー うん企業訪問見学会と検索していただければ特設ページに飛びますのでそちらからご確認いただければと思います。はいえー、より、ね、詳しいことを知りたいという方はぜひ、えー「ヒューマンアカデミー」個スペースを開けて「企業訪問見学会」と検索していただきますと特設ページ見ていただくことできるんですが今ねそれぞれご紹介いただきました、えー、3社ずつということになりますけれども製造業あり、まあ、函館はね本当にあの従事している方が多い離婚ホテル業とか。うん えー、さまざまなこう業種がということになります。なかなかね、こういう機会って山田さん多くないですよね。そうですね。もうあとうちの館内ではだいぶもう、こ、この機会しかないのかなとは思うんですよね。うん、はい。えー、そこでね、こういろいろなこうお仕事の様子をこう見ていただいたりとか。あ、なんかね、今詳しいとこ見てるんですけれども。はい、あの、えー、例えばね、施設見学も、ホ,ホテルなんかだと。いろいろなこうお部屋見せていただいたりとか。はい あと製造業のね現場なんてなかなか見る機会多くないですしあ大和運輸なんかはねこうあの、えー、宅配の仕分け作業の見学なんていうのもあるようです。はいうん、であの ね、企業訪問せ見学会ということになりますと後々のこう就職とかあの転職を見据えてお出かけになりたいという方も多いと思うんですけれども、はい、か履歴書持っていったりとかスーツで行かなきゃいけなかったりとかそういうことってあ,りますかあいえもう全然あの持ち物とか指定はなくて履歴書とかも不要でして、はい、とスーツじゃなくても私服で全然大丈夫ですので気軽に、えっと、バスに乗っていただければと思います、はい、逆にバス乗り降りしていただきますので、はい、ちょっとなんか動きやすい服装とかの方が、ねね、いいかもしれないですね。うん、会社の中も歩くと 思 <music>、はいますので できるだけあのカバーグスとかじゃなくてうん、うん、ランニンニグシューズとかの方が動きやすすいいかななと思います、はい、なるほど、はい、えー、こうやってね、えー、皆さんにいろいろなこう会社を見ていただくという企業訪問見学会を今回ね実施されるわけですけれども、はい、是非ねあの山田さん商工労働観光課でこういういろいろ就職転職を担当されてらっしゃるあの立場から職業をこう、はい、選ぶ際のアドバイスとかちょっとこういうところをねこういうふうに見てみたらいいよなんていうのってありますか、はいまあえっと、個人的にはやっぱ 自分のやりたい仕事とか業種でも職場の雰囲気とか環境が自分に合わないとやっぱ働きやすい職場とは感じにくいのかなとは思いまして、はいとまあ、極論言ってしまうと本当に自分の興味なかった仕事でも職場の雰囲気が自分に合っていればすごい働きやすいかなと思いますし、うん。 まあ、そういった情報などについては、求人票やネットの評判どっけでは、ちょっとすべてを知ることができないかなとは思うんですよね。なので、この機会に自分の目で職場の環境や雰囲気を見て、仕事や職業選択の参考にしていただければと思います。はい、で企業にに就職する前に そいろんな業種の職場の雰囲気とか見る機会はそう多くはないと思うんですよね。なので、今回参加費無料ですので、もうお気軽にぜひご活用いただきまして、あの参加いただいて、あの職業選択の参考になればと思います。はい、で、あとは自分の自分にはこの業者合わないとか興味ないと決めつける。前に、まずいろんな会社の話を聞いてみて、幅広い視野であの仕事の。 選択肢を広げていいいただければと思いますはい、どうしてもねこうあの仕事選ぶ時って、はい、まずはこういう仕事が自分がしたいとか好きっていうね、うん、ところに目がいくのかなって思いますけれどもそう,、ね、そうでないものになかなかねこうあの目が向かなかったり調べたりしないっていうこともあるかもしれませんけれども、はい、何が自分にっっっててるかかちょっとわらないですもんね,そうですね、うん、求人票を見て、うん、条件いいと思ってもうん、うん、実際働いてみてやっぱ違ったとか、うん、<laughs> あると思うので。はい、就職する前にこう そういったあの客観的な視点で企業を見ることってそんなないとは思うんですよね。はい、学校学生の時とか結構職場見学とかありましたけど、なんか大人になってからそういったあの機会もないと思いますので、はい、おき気軽に参加いただければと思います。はい。で今回対象も本当にあの広くあの求職されている方、はい、学生さんも含めて参加いただいていいんですよね。はい、もう誰でも大丈夫です。はい。 えー、お仕事を探している方、えー、高校生、専門学校生、短大生も大学生も、例えばあのご自身でなくても、はい、例えばそのお子さんのこう就職とかご家族の就職のことでいろいろ知りたいよっていう、はい、ご家族保護者の方なんかでもいいですか？はい大丈夫です。はい、えー、ぜひ皆さん広くねご参加いただきたいと思います。ただちょっとバスに乗っての移動になりますので定員がありますもんね。はい、こちらが各回20名になりまして、はい、と応募の方も定員になり次第締め切りとなりますので。 あの期限までにご応募いただければと思います、はい、では参加されたい方参加方法どうしたらいいでしょうか申し込みなんかははいと申し込みの方は、えー、と検索の方で「ヒューマンアカデミースペース企業訪問見学会」と検索していただきと Google フォームの方からお申し込みいただければと思います、はい、でと参加申し込みについ期限については各回それぞれ期限を設けておりまして 1>、はい、第1回が11月11日月曜日 2> 第2回が11月18日月曜日第回あ、第3回目が11月28日月曜日となりますはい、えー、それでね3回それぞれ実施されて、うか、はい、う企業が違うわけじゃないですか。はい 全部見たいっていう方はあの例えば1回じゃなくて2回申し込んだり3回申しし込んだりしちゃっても,もちろんすべ、はい、て参加可能ですはいぜひ皆さんねご検討いただいて、えー、参加をしてね、えー、見ていただきたいなと思います。何せ参加費無料で、はい、こうやってさまざまな企業が訪問できる見学できるというね非常に貴重な機会というふうになっております。 あの山田さんお時間がそろそろということになりますのでどうぞ改めてラジオを聴きの皆さんにご参加の呼びかけですとかメッセージいただければと思いますのでお願いします。はいはいえー、ともちろん先ほどあのお話ししたようにあの1日だけだったり3日,だけあ3日は全部ということもできますのであの全てあの参加,しぜひ参加していただいていろいろな仕事を見ていただければいいと思います。あの 企業の選ぶ際の参考になるかなと思いますのでお気軽にご参加申し込みいただければと思います。参加おお待ちしております、はい、え3つもあるうちすごくね一つはあの興味がある分野で他はね今まであんまり見てこなかったんだけれども行ってみたら案外面白そうとか、うん、自分のねの何かこれまで培ってきたものを生かせるかもなんていうところもあるかもしれませんのでぜひ皆さんご参加いかがでしょうか。えー、11月日日日日日日木曜日20日水曜日28日木曜曜曜水と 11月3回開催ということになります詳しくはヒューマンアカデミー企業訪問見学会こちらで検索していただきまして特設ページじっくりとご覧になっていただきたいと思いますこの時間は11月に開催されます企業訪問見学会こちらの開催のご案内大島総合振興局産業振興部商工労働観光課から山田優真さんでした山田さんありがとうございましたありがとうございました See you in the next episode.